スノーマンの一員であり、グループを経営する宮舘良太は、その驚異的なダンススキルとエンターテインメント能力で、ファンを魅了しています。彼の魅力は、ソレスノの活動において目覚ましい存在感を放ち、その才能が、グループの中核を成していることは言うまでもありません。宮舘良太のダンスは、まさに芸術の域に達しています。彼の動きは、 卓越したテクニックと情熱によって満ち溢れており観客を魅了し圧倒させる力を持っています彼のパフォーマンスはただ単に見るだけでなく感じることができるものでありそのエネルギーは会場全体を包み込みます彼が踊ることで生み出される感情の波はファンの心をつかみ彼らをその世界に引き込んでしまいますしかし宮舘良太の魅力は 単にダンスだけにとどまりません。彼の表現力豊かな顔や身振り、そして独特のパフォーマンススタイルは、彼が独自のエンターテインメントのスタイルを確立していることを示しています。彼のステージ上での存在感は、言葉を超えて物語を語り、観客に感動と喜びを与えます。それは、まさに、彼がメメラウ語へのレベルに到達していることの少佐であり、 そのエンタメ能力は一目見ただけで誰にでも伝わるものです。彼が率いるスノーマンの活動は彼の個性と才能によって支えられています。彼のリーダーシップはグループの結束力を高め彼らを新たな高みへと導いています。彼は単なるダンサーではなくエンターテイナーとしての側面も備えておりそのバランスの取れた能力が スノーマンの成功の一因となっています。宮舘良太の凄みは単なるパフォーマンス以上のものです。彼の情熱と才能は彼がステージ上で繰り広げる魔法のように人々の心を捉え魅了し続けています。彼の存在はスノーマンにとって欠かせないものであり、彼の活躍が今後も注目されることは間違いありません。 4月19日放送のスノーマンの冠バラエティ番組、それスノーマンにやらせてくださいソレスの TBS 系、金曜夜8時の2時間スペシャルで、宮立良太31が、抜群のパフォーマンスを披露。バラエティ、ドラマ、舞台で活躍する宮立は、総合的なエンタメ能力では、メンバーの中で頭一つ抜けているようだ。今回の放送は、人気企画。 ダンスのカンコピレボリューションの第4弾で韓国のガールズグループケプラー踊れる俳優選抜チームと対決。宮舘は1回戦でブラックビスケッツのタイミングを遊びを加えた完璧なダンスで披露。ケプラーは最高でしたと称賛し、宮舘がグッドサインで応じると飛び上がって喜んでいた。メグロレン27とラウール20が繰り広げた。 ダンスバトルがファンの心をわしづかみ。音楽業界においてダンスは一つのアイデンティティを象徴する重要な要素であり、その魅力はファンの心を捉える力がある。最近、人気アイドルグループ嵐の ARAC を披露し、MC の深澤達也31とのコラボレーションで観客を魅了した目黒蓮27は、そのダンススキルで称賛を浴びている。一方、 ライバルであるラウール20は少女時代の名曲ミスタータクシーに挑戦し独自のアクセントを加えたパフォーマンスで会場を沸かせた。目黒蓮と深沢達也の息の合ったパフォーマンスは完璧なコンビネーションとアイコンタクトで観客を魅了した。彼らのダンスは嵐のオリジナルに忠実でありながらも新たなエネルギーを注入しており ファンからは絶賛の嵐が巻き起こった。会場は彼らのダンスに包まれ、鳥肌が立つほどの感動が広がった。一方のラウールも、彼独自のスタイルで、少女時代の名曲、ミスター・タクシーを披露し、会場を魅了した。彼のダンスは、洗練されたムーブメントと独特のアクセントで満ちており、そのパフォーマンスには、観客が熱狂した。彼のステージは、 少女時代の楽曲に新たな息吹を与え、その魅力を再発見するきっかけとなった。このダンスバトルは単なる競技ではなく、アーティスト同士の創造的な対話でもあった。メグロレンとラウールの共演は、それぞれの個性や表現力をより深く理解する機会となった。彼らのダンスは、ただ楽曲をコピーするだけでなく、その背後にあるメッセージや感情を伝える芸術であり、 観客に深い共感を呼び起こ,したこのダンスバトルを通じて、メグロレンとラウールは新たなる高みに挑戦し、その才能を示すことで、ファンの期待に応えた。彼らのパフォーマンスは、単なるエンターテイメント以上のものであり、音楽とダンスの力が人々を結びつけ、感動を共有することの素晴らしさを示している。踊り始めて10秒もせずに、 ケップ 1ER を熱狂させた宮舘。XQ ツイッターでは、館様って、9人でいると控えめで口数も少ないのに、一瞬にしてその場のすべてを、館ワールドに変えちゃうのすごい。ケプラーのみんなダンスうますぎる。後と缶さんに、つぼってるの、面白かったなど、宮舘とケプラーへの賛美の声で溢れていた。ダンススキルの高さなら、ラウール、メグロ、 岩テラシ30など他のメンバーもすごいが見る人を楽しませるエンタメ能力では宮舘が断トツだろうダンサーで振付師である審査員 t a k a h i r o 4 2にもあなたはエンターテイナーという称賛の言葉も最もなことだ宮舘良太はソレスの最重要人物その宮舘のエンタメ性はバラエティドラマ 舞台と多岐にわたる活躍で養われたものだ。スノーマンの知名度が上がるとともに、それスノが王道バラエティを目指すなら、今後、ファン以外の広い層に訴えることが、より必要になっていく。アイドルバラエティならば、メンバーの個性と魅力だけで、番組は成立するが、さらにその上、すべての人を楽しませなければならないのだ。宮舘は、その点において、 抜群の嗅覚と表現力を持っている。ダンス対決の一番手で完璧なエンターテインメントを披露したのはその証だ。もちろん他のメンバーも多くの人に開かれたエンタメを意識しているのは間違いない。それでも宮舘が頭一つ抜けた存在であることは間違いないだろう。今後のそれすのを引っ張っていくのはやはり宮舘なのだ。画像、スノーマン 宮舘良太、誰よりも我が似合うロイヤル封印の着物姿が、半端ない妖艶さ。彼の輝かしいキャリアの道のりを振り返ると、宮舘良太は決して平凡なアイドルではありません。彼の才能は、単なるエンターテイナーを超え、真のアーティストとしての地位を確立しています。彼の今後についての期待は高まるばかりであり、その未来の方向性に注目が集まっています。 宮舘は演技の才能においてもその能力を示してきました。彼の演技はその感情の豊かさと深さによって賞賛されています。過去数年間にわたり、彼は舞台や映画で幅広い役柄を演じ、その幅広い表現力を証明してきました。彼の演技は観客を引きつけ、感動させる力があります。しかしながら、宮立は単に演技の世界に止まることなく、 音楽の分野でも自身の才能を発揮しています。彼の音楽は、その独自性と情熱によって特徴づけられ、多くのファンから愛されています。彼の歌声は、聴く者の心に深い感動を与え、彼のアーティスティックな側面を強調しています。さらに、宮舘の活動は、単なるエンターテインメントにとどまらず、彼の社会的貢献にも及んでいます。彼は、 事前活動や啓発キャンペーンに積極的に参加し、若い世代にポジティブなメッセージを発信しています。彼の影響力は、単なるアーティストとしての枠を超え、社会的アイコンとしての地位を確立しています。このように、宮立の未来は楽しみでしかありません。彼の才能と情熱は、彼を常に新たな挑戦に向かわせ、彼のキャリアをさらに高みへと押し上げています。彼は、 アイドルの枠を超え真のアーティストとしての地位を確立しています。彼の物語はまだ終わっていない。これからも彼の奇跡を注視し、彼の未来の成功に期待しましょう。